登録するキャラクターが決まったらチームで戦う。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。 出発すると戦闘開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。身の程知らずだ。あれはスーパードラゴンボールだ。 なんて大きさなんだ。 スーパードラゴンボールを持ったまま調理すれば 仲間のアビリティ発動だ。体力ボーナスを回避。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。赤いエリアで敵に攻撃。青いエリアでヒルト回復だ。 決定。仲間のアビリティ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボール。レベル2だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。 スーパードラゴンボールが奪われてしまった。 敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。
プリ発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。アタックの炎だ。赤いエリアで無事に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。バトルアプリ効果発動。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。発生。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。スーパードラゴンパーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。チームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。追撃チャンス。カードを振って追撃成功。さらにダメージを与えたぞ。ボタンを押せ。スーパードラゴンパーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。追撃チャンス。カードを振って追撃成功。さらにダメージを与えたぞ。スーパーエナジーモード突入。画面発動者決定。画面にあるエネルギーの弾を指で押す。パワーが加速。いいぞ。増長して動く。スーパーエナジー再生光だ。矢印の方向へスーパーエナジーを発動させる。ドラゴンボールを手に入れたぞ。まあ、これほどの強敵を倒すと、このクルド様に逆らうからだ。